あ、愛情表現なら仕方ないね。ハルルン起きて。いちごの香水と元気すぎる声に叩き起こされ、俺は目を覚ました。やあ、ハルルン、おはよう。また学校の自習室で居眠りかい？眠いのならエナジードリンクはいかがかな？お前が遅いからだろ。あと俺はハルルンって呼ぶな。ごめんごめん。それで今日は何の勉強を教えてほしいんだ？あ、そうそう、今日物理で宿題のプリント出ちゃったんだよね。だからそれお願い。 そう言って彼女は俺の目の前にプリントをずいっと差し出した。 お願いって丸投げするつもりかよ。だって全然わからないんだもん。しゃあねえな。でもまずは自力で解いてみろ。答えに詰まったら解き方を教えてやるか。近いね、距離が。無意地悪。妹のセリフ読むの恥ずかしいな。この元気いっぱいで、騒々しい女は、姫のマナカ。マナカって読むの？クラスは別だが、俺と同級生。あ、妹じゃないんだ。まだ小学校以外で一緒に遊ぶとかはないけど、友達だ。ちなみに名前呼びなのは彼女が名字ではなく下の名前で呼んでほしいと希望したから。そんなことある。マナカはシャーペンを手に持って俺が言った通りの解き方で四苦八苦しながら解き始める。それを横に見ながら俺は俺で勉強のために買った電子書籍をスマホで読んでいた。現代っ子。そしてマナカが答えに詰まってこちらに助けを求めてきたら、彼女にアドバイスをしてやっている。これ冷蔵庫？学校に冷蔵庫あんの？ 違うか。そして俺のスマホを覗き込む。ハルルン何読んでんの？エッチな本。しね。あ、そうそう、忘れるところだったよ。実はね、今日はクッキー作って持ってきたんだよ、君のために。はい、どうぞ。そう言ってマナカは俺の前に可愛いフィルムで高包装されたクッキーを差し出してきた。あ、作ったの？これ、すごいね。ハート型で作られて真ん中には赤ジャムが詰め込まれたかなり凝ったクッキーだった。お、うまそうじゃん。ありがたくいただくわ。どうぞどうぞ。勉強教えてもらってるお礼だもん。俺は包みを剥がして彼女の手作りクッキーを口に運ぶ。うまい。いちごジャムが使われていて俺の好みの味だった。ハルルンがいちご好きって言ってたから美味しい。うまい。60点ってところかな。辛口。あんまり調子こくなよ。ぶっ飛ばすぞ。いてえ。笑顔で脇腹を殴られた。愛情表現だね。でもさ、でもさ、ハルルンってすごいよね。もうナチュラルにハルルン呼びされることにツッコミを入れる気にもなれず、俺はスルーして尋ね返す。え、何が？もう将来のこと考えてそのための勉強してるんだもんね。将来のために今から毎日努力してるってすごいなーって。将来は両親の不動産会社を継いで大儲けだもんね。不動産会社やってんだ。すごいね、社長の息子なんだね。俺は昔から親の家業を継ぐことを期待されていて、そのために今から会計とか税金とか不動産の勉強しているということを少し前に彼女に話したことがあった。ただ親の家業を継ぐってだけだよ。俺コツコツ勉強するしか取り柄がないし。十分すごいよ、頑張り屋で、しかも私に優しいし。将来のこともちゃんと考えてるんだもんね。ハルルンは偉い。ああ、私ももっと勉強できたらな。嬉しいこと言ってくれるじゃん。なんて読むの、主人公の。春秋っていうのか。素直に感謝しておく。でもさ、君の人生プランには何か一つ足りないものがあるんじゃないかな。なんだろう、就活のことかな。え、何が？俺は意味がわからず困惑する。確かに俺の人生設計なんていい加減なものだが、真ん中に指摘を受けるほどに大きい穴があるのだろうか。彼女だよ、彼女。勉強とか会社とか、君の話は現実的すぎて華やかさがないんだよ。もっとほら、お金持ちになって女の子からモテモテになりたいとか、そういう話があるでしょうよ。なんだ、そんなことかよ。そんなことじゃないよ、大事なことだよ。それは相手がいないことにはどうしようもないだろう。俺は俺一人でできる人生プランを考えてるだけだし。もう結婚した方がさ、税制的には有利になるからさ、子供とかいた方がさ、この方がいい、人生設計プランに組み込めるんじゃないの？税制の勉強してるんなら。大丈夫だって。
ハルルンがその気になれば今すぐにだって彼女ができるんだから。いや、ハルルンは運がいいね。いきなり何言ってるんだ。とぼけちゃってむっつりくんめ。だから私だよ、私。私が将来のハルルンのお嫁さんになってあげるって話だよ。ね、ねえハルルンの人生プランにまのかちゃんを彼女にするというものを加えてみないかい。顔が赤すぎるよこの子。心配になっちゃう。血圧高すぎるみたいになってる。冗談は顔だけにしろブス。悪いがまなか。主人公も大概だな。はい、誰がブスだって。女性に一番言っちゃいけないことだ。マナカが万力のような力で俺の首を締め上げる。死ぬ死ぬ死ぬ、ごめん嘘嘘、可愛い可愛い、マジで可愛いです。正直でよろしい。うん、じゃあ決まりだね。いや待て、俺の話を聞けって。そのこんなこと言うのも悪いが、マナカ俺の理想の女の子じゃないと思う。何よそれ、別にとりあえず付き合ったっていいじゃん。あ、でもそういえばこういう話したことなかったよね。もっと知的な女性がいいんじゃない。主人公としてはさ、もっと上昇志向のある女性が好きなんじゃない。ぶっちゃけハルルンってどんな女の子が好きなの。あんまり話したくない。いいじゃんいいじゃん、教えてよ。教えてくれなかったら四方投げしちゃうぞ。柔道の技か。あ、嘘ついても無駄だし、私そういうの分かるから。そう言って彼女は俺の手首をものすごい力で握る。柔道やってんだこの子。ちなみに彼女は勉強は苦手だが運動はものすごく得意。子供の頃から合気道を習ってて、特技は四方投げだとか。合気道か。さあさあ白状したまえ。春明くん、君はどんな女の子が好きなんだい。う、俺は返答に窮してしまう。本当に言わなければいけないのだろうか。正直ドン引きされるのが分かっているのでどうしても言いたくない。だが四方投げされるのも嫌だと考えているうちに、投げられた。コンクリートの地面に四方投げ。はーい、時間切れ。ひでえ、本当に投げられてしまった。さあ今度は容赦しないよ。正直に言わないと今度は失神させるから。ひきき者、何それ、超ウケる。もうどうしようもない。俺は観念して言うことにした。妹は？ああ、だから妹キャラで俺が好きなの。ここで妹が出てくるんだね。ああ、とうとう言ってしまった。俺の一番隠したかった性癖を同い年の女の子に白状してしまった。つまりこういうこと？ちっちゃくて可愛くてちょっと引っ込み思案で、でもお兄ちゃんが大好きで、お兄ちゃんって感じで甘えてくる。そういう日常アニメに出てくるような妹キャラみたいな女の子が好きってこと？すごく具体的だ。頼むからそこまで具体的に言わないでくれ。案の定真中は目を丸くしてポカンと、というかドン引きしている。う、こういう反応が返ってくると分かっているから嫌だったんだが、真中の反応は予想外だった。なんだ、ならやっぱり私はハルルンの理想だよ。あ、だって私こう見えて妹だもん。ハルルンがイメージしてる妹とはちょっと違うかもだけど。どういうこと？兄弟がいるってこと？お菓子作りが得意でお兄ちゃんに喜んでもらうのが大好きな、れっきとしたリアル妹属性持ち。うん、ハルルンの理想だね。俺が知ってる妹キャラに兄を四方投げする妹なんかいないぞ。そういう細かいことは気にしないの。いいよ、ハルルンが呼んでほしいならこれから春明お兄ちゃんって呼んであげるから。マナカを妹にしてくれるよね、春明お兄ちゃん。歪んでいる。頬を赤らめ、はにかむような笑顔でお兄ちゃんとささやかれ、俺は一瞬で落ちてしまった。そういうシチュエーションに弱いんだ。こいつなんでここまで俺の性癖に刺さる言葉が言えるんだ。うん、これで決まりだ。これから私たちは恋人で兄弟。いや嬉しいな、私優しいお兄ちゃんが欲しかったんだよね。恋人もできてお兄ちゃんもできて一石二鳥だよ。恋人にさ、お兄ちゃんって呼ばせる人終わってるな。え、私すごい、早速お兄ちゃんから褒められた。じゃあそろそろ帰らないと。また後でメッセージすんね。また明日ね、春明お兄ちゃん。そういうことか。じゃあ実際の妹じゃないんだね。色
ロインは。そう言って真中はさっさと走って帰っていった。最後の方は多分照れ隠しだ。自分で何言ってんのか分かんなくなって恥ずかしくなったに違いない。というのは後になってから気づいたこと。今の俺は真中から告白されて性癖を強制的に白状させられ、しかもそれを受け入れて妹になると言われ何が何だか分かんなくなっていた。俺はしばらく放心していたが、スマホに母親からメッセージが入って我を取り戻した。母親のメッセージはいつまで道草食ってんの、さっさと帰ってきなさいというもの。全く父母揃って過保護である。俺はすぐ帰るとだけ。あ、父親もいるんだね。早起きで家に向かっていった。まだ夕方、まだお昼なんじゃないの。君が本当のお兄ちゃんなんだよね。誰？どういうこと？ん？ショッピングモールのフードコートにいて、マナカはちょっとご機嫌斜めだった。あ、視点が変わった。お兄ちゃんさ、可愛い妹との初デートでいくらなんでもあんな映画チョイスするかな。さっきの映画だったの？俺とマナカの初デートは隣駅にあるショッピングモール。このショッピングモールにある映画館でついさっきまで映画を見ていた。悪い悪い、デートの定番といえば映画館だっていうからセオリーにのっとったつもりだったんだけどさ、こういう時は女の子が好きなものを聞いて決めるもんでしょ。だからごめんって、ホラー映画見たんだ。でもまあ、またこれでお兄ちゃんの新しい一面が知れてよかったのかな。お兄ちゃんホラーとかサスペンスとかそっち系が好きなんだね。まあね、分、お兄ちゃんの新しい一面を知ることができただけでもよしとしよう。そうでしょ、がいいでしょ、自分の好きな。それよりせっかくショッピングモールに来たんだし他にも見て回ろうや。お兄ちゃんどこか見たいところある？別にないの。真中が行きたいところでいいよ。真中に丸投げ。真中の宿題の丸投げは叱るくせに。宿題の丸投げとデートのは一緒にするなよ。別にいいけど真中の調子に合わせてたらお兄ちゃん体力持たないよ。確かにお前の底なしの体力に合わせてたらヘトヘトヘトになるもんな。せっかくだしお兄ちゃんがヘトヘトになるまで真中に付き合わせちゃおうかな。何見んの？あ、グッドエンドなんじゃないのこれ。主人公さ、拳割れてるね。なんかボクシングやってんのかな。早速行こうか。とかアニメグッズとか、それからゲームセンターもちょっと回りたいな。すごいアニメみたいなイラストだね。間違えた。あ、なんかお兄ちゃんとエアホッケーしたいね。あらきお兄ちゃん、分かった。バレながらキモいと思うが、真中からお兄ちゃんと呼ばれてもう逆らえなかった。俺は真中が行きたいというところにあちこちに引っ張り回される。マナカ大はしゃぎで特にゲーセンのエアホッケーがお気に入りのようだった。これは彼女が飽きるまでゲームに付き合ってあげた。あー、今日は楽しかったな。お前強すぎ。俺はもう結構クタクタなんだけど。お兄ちゃん情けないな。勉強ばっかりしてないでもっと運動しないとダメだぞ。あー、それは俺も思う。筋トレとかした方がいいかもな。じゃあ私がお兄ちゃんの運動のコーチでもしてあげようか。今度のデートは一緒にランニングとかでもいいかもね、なんてね。ちょっと待って、これヤンデレ要素どこにあるんだろう。ああ、それも悪くないかもな。このままだと日常デートで終わっちゃうよ。じゃあ今日はこれで解散かな。じゃあまた学校でね。余った。何？はい、これ。これは真中に小さい包みを手渡した。あ、この間に。何これ、もしかしてプレゼントをいつの間に買ったの？でさっき。 ありがとうね。今開けてもいい？あ、ホッケーのさ、あの丸いディスクかな。どうぞ。わーい、何かな。意味を開けると真ん中はその中身に驚く。エアホッケーのさ、ディスクかな。あ、これさっき私が欲しくて眺めてたもちふわにゃんこのぬいぐるみだ。ぬいぐるみか。ありがとうお兄ちゃん、大切にするね。気に入ってくれたなら何より。何それ、照れちゃって。でも本当に嬉しい。
やっぱり君が私の本当のお兄ちゃんなんだ。え？うん、なんでもない。どういうこと？じゃあね、また学校でね、お兄ちゃん。こいつ何？もしかして主人公の前にも何人かお兄ちゃんを作ってそいつを手にかけてきたのかな。連続殺人、お兄ちゃん殺人鬼だったのかな。そんな気がするね。真中とのデートを終え夕飯を取り、俺は勉強机に向かっていた。いい部屋だな。が全くやる気が起きなくて天井を見上げていた。ああ、はかどらない。まあ家だとね、図書室とかじゃないとね、勉強は。やっぱり勉強は早朝じゃないと集中できないな。まあね、いや今日に限ってはそれが理由ではないかな。妹ではなく、真中とのデートが楽しすぎてそのことばかり思い返してしまう。彼女は俺の理想に合わせるかのように妹キャラを演じてくれている。それがたまらなく嬉しくて俺も今日はついハメを外してしまった気がする。でもね、相手の要求に片方が合わせるっていう関係性は長続きしないだろうね。彼女にあんな一面があるとはつい先日まで知らなかったわけで、本当にまるで夢のような気分だった。ただいつまでも夢見心地でいるわけにもいかない。いい加減夢から覚めて勉強しないと。頭を切り替え、俺は再びシャーペンを握る。ん？俺はつい後ろを振り返る。そこには何もない。ただ壁があるだけだ。なんだろう、おかしいな。今一瞬。背後に真中がいるような気がしたのだ。真中がいつもつけているイチゴの香水の甘い香りがした気がしたのだ。なあ。アホか俺は、いくらなんでも浮かれすぎだろう。我ながら恥ずかしい。勉強に集中しようと思った瞬間にこれだ。今日はもうダメだ。ベッドの下に隠れてんじゃないの。体も結構疲れてるし、ちょっと早いけどさっさと寝て早朝に勉強しようかな。でも今日は体動かしすぎたし、目が覚めたら筋肉痛かもな。と思って俺はベッドの中に入って電気を消した。え、電気を消してベッドの中に入るんじゃないの。そうか、スイッチで消せるのかな。リモコンで消せるのか、電気は。でもどうしてだろう。ずっとずっと真中のあのイチゴの香水の匂いが漂っている気がした。いや、一緒に、今日一日中一緒にいたから、特にイチゴの匂いが移ったんじゃないの。そっかそっか、今日はもう寝るんだね、お兄ちゃん。出た。いつもより9372秒くらい早寝だね。ちゃんと数えてんだ。夢の中でも妹のアイカのことを考えてくれるよね、お兄ちゃん。マナカとお兄ちゃんは夢の中でもずっと仲良し。どういうことなんだろう。監視カメラで見られてるのかな。どっかに監視カメラが仕掛けられてるってこと。おい、春明。ん？昼休み、俺は相沢から声をかけられた。相沢は幼馴染で俺と同じくパソコン部の仲間である。パソコン部なんだ。俺はブログとか商売に使えるシステム作りで、相沢はゲーム作り。すごいね、主人公もうビジネスのこと考えてんだね。ジャンルは違うが切磋琢磨する仲である。お昼ちょっといい？例の件の感想を聞きたいんだけど。え、今放課後じゃダメなの？他の人がいるところで話したくないんだよ。あいつは恥ずかしがり屋だ。だからいつもゲームを公開する前に気心の知れた相手にテストプレイを頼んでから公開しているのだ。まあ気持ちはわかるけど、じゃあ行くぜ。そう言われて俺はあいつと一緒にラウンジに向かった。なにこれ？ラウンジって何？お昼については真中とは一緒に食べる時と食べない時がある。真中もお昼は友達と食事しているみたいだし、俺は俺で昼食の後は午後の授業のために仮眠を取ったりしているから。すごいね。仮眠取る学生なんているんだ。俺と相沢は購買部でパンを買ってそのままラウンジの隅の席を陣取って飯を食う。そういやお前、姫野と付き合ってるんだって。ぐ、俺はパンを喉に詰まらせそうになる。真中と話し合った結果、交際は伏せることになった。俺も正直、真中を妹として愛してるだなんて絶対にバレたくない。こんな性癖がバレたら俺はもう学校に来れなくなる。というか穴があったら入りたいという事態だ。隠すなって、俺とお前の仲じゃないか。だいたい放課後に二人きりで勉強したり、一緒に下校したりしてるんだろ。さすがに気づくぜ。おい、そんな話するために誘ったのかよ。
うん、いや全然、俺そういうのあんまり興味ないし。あ、でもお前の様子の変化には興味があるな。なんか最近のお前、昔に比べて堅苦しさが抜けたから、俺も前より話がしやすくなった気がする。あとなんかいい匂いするよな、お前。いい匂い？なんかイチゴの匂い？ああ、それな、きっとバナカの香水だわ。イチゴの匂いってさ、どんな匂い？みかんの匂いとかならわかるけどさ、みかんとか、あとなんだろう、レモンの匂いとか柑橘系の匂いはわかるけどさ、果物。みかんの匂いじゃないや、イチゴの匂いなんかあんまり感じたことないな。イチゴの匂い、そうか、たまにマナカの匂いがするのはマナカの香水が俺の体についているためか。マナカのやつ、妹キャラを頑張って演じてくれて、お兄ちゃんって感じで俺に抱きついたり甘えたりしてくれるから。まあいいや、それでこの前作った俺のゲームどうだった？あ、結構イケてたぜ。もう一手間加えれば他の部員とかに追いせても問題ないと思う。おう、助かる。で、どこが改良点かな？そうだな、ん？俺は気配を感じて周りを見渡す。ん？どうかしたか？ん？いや、なんでもない。一瞬何か強く刺すような視線を感じたのだが。まあ多分気のせいだろう。俺は相沢と再び談笑を始めた。あれれ、おかしいな、おかしいな。どうして春明お兄ちゃん、私以外の人とあんなに楽しそうに話しているのかな。嘘でしょ。男も友達もダメなの。見られてる。おかしいな。おかしいのあんただよ。あんなに楽しそうな顔、この前のデートで見せてくれなかったのにな。春明お兄ちゃん、私とのデートつまらなかったのかな。おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。さっきから午後5時半を告げるアラームの音が鳴っている。ずっと鳴ってなかったはずの午後5時半を告げるアラームが。ダメだ、あいつが帰ってくる。本物のお兄ちゃんが私の前からいなくなったら、偽物のお兄ちゃんが午後5時半に帰ってきちゃう。どういうこと？何か家庭内で兄に関するトラウマがあったのかな。ダメダメダメ、絶対ダメダメだよ。今の私には本当のお兄ちゃんがいる。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんはマナカの本当のお兄ちゃんだよね。虐待されてんのかな、家で兄に。それでそのお兄ちゃん本物じゃないと自分に言い聞かせることによって、かろうじて自我を保っているのか。相沢が入院？あ、やったね、相沢。合気道でぶっ潰したのか。翌日俺はパソコン部の他の部員からそう告げられた。病気か何か？いや、先生は入院したとだけ。ただ意識がないって。意識がないってことは事故ったとか？どうなんだろう。あいつ通学は自転車だから交通事故かな。でもそれなら普通先生もそう言うんじゃないの？あいつめんどくさがってグループチャットもほとんど見ないだから、ないみたいだから。入院先もよくわからないし。ダメ元で連絡してみようぜ。俺も含め皆で相沢のことを話し合っていたが、結局何もわからなかった。本当なら今日あいつは部のメンバーたちに自分が作ったゲームを発表するはずだった。なのにこんなことになるなんて。結局その日は相沢にグループチャットだけでもしておくということになった。 LINE ね。そんな意識がない状態なのか。こんなことされたんだ相沢。普段意識してなかったけど、こうして考えるとあいつは学校で一番の親友だったな。ひょうきんでオタク仲間でゲーム作りがうまい。何のゲーム作ってたんだろう。将来はゲームクリエイターになるっていうのがあいつの口癖だった。俺なんかよりもずっと面白くて楽しいやつだ。そうだ、俺はこんなところで何してんだよ。早く見舞いに行かないと。連絡がつかないなら直接あいつの家に行けばいいだけだ。もしかしたら誰もいないかもしれないけど、それならしばらく家の人が帰ってくるまで待っていればいい。それで病院の場所を聞いてあいつに会いに行こう。俺の足は俺の家の方とは反対に向いていた。ヤッホー、春明お兄ちゃん出た。背中に衝撃が走る。そしてほのかに香る甘いイチゴの香り。それだけで背後から抱きついてきたものの正体が分かった。マナカ。あ、ちょっと目が濁ってきたね。
マナカじゃないでしょ。お兄ちゃん妹をほったらかしにして先に帰ろうとするなんてひどいよ。っていうかお兄ちゃんとマナカのお家の方向そっちじゃないでしょ。そう言ってマナカは俺の手を取った。あら、どこかで見た。スチル。もうしょうがないお兄ちゃんだな。妹がいないとお家に帰ることもできないなんて。さあ、二人で一緒に帰ろうね。春明お兄ちゃん。あら、俺は、妹と、いや、何考えてるんだ、俺は。俺は今から相沢の家に行くんだ。だから、ごめん、今日俺行くところがあるから。まなかは可愛くむくれてみせる。あ、そうか、事情ちゃんと言わないと。いや、俺の友達が入院しちゃったらしくてさ、だからお見舞いに行こうと思って。方向が全然別だから、だから。マナカは沈黙している。そして俺の手を離すと何も言わずに駆け出した。アイザーの家を焼きに行くのかな。マナカ機嫌損ねちゃったのかな。いや、でも今はそれよりアイザーだ。早く病院に行かないと。俺は再び相沢の家がある方向に向かって歩き始める。で、病院なの？相沢の家イコール病院なの？と？背後から首筋に何かひんやりとした感触。そして、あ！やられた。なんて言うんだっけ？スタンガンか。体に衝撃が走って意識が途絶えた。そして真っ暗になった視界の中で、俺は確かにマナカの姿を見た。捕まら、でもさ、倒れた男を街中で運ぶのって大変じゃない？どうすんだろうね。ペチペチペチ、冷たいものが俺の顔に当たる。触れる。俺は意識を取り戻す。捕まっちゃったかな。ダンジョンの顔に冷たいものが当たっていると思ったのは、どうやら天井から水滴か何かが落ちてきて俺の顔に落ちてきていたからのようだ。どこだよここ。俺が目白ぎすると、あ、目が覚めたんだね、お兄ちゃん。という声と甘いちごの香水の香りが鼻を刺激した。マナカ。あ、無理に立ち上がらない方がいいよ。薬のせいで平衡感覚が狂ってるはずだから、立ち上がった瞬間転んじゃうよ。薬も持ったの、スタンガン。プラス。言われると確かに視界がグラグラと揺れているのを感じる。立ち上がるどころか状態を起こすのは難しい。何がどうなってるんだ。ここはどこだよ。お前俺に何したんだよ。何って、ここは私と春明お兄ちゃんの二人だけのお家だよ。マナカ俺に近寄ると、よっこいしょっと、俺の体に馬乗りになる。私たちは兄弟だから一緒に暮らすのは当たり前でしょ。おい、悪ふざけならやめてくれよ。私のどこがふざけてるの？ふざけてるのはお兄ちゃんの方だよ。私は春明お兄ちゃんの理想の妹になれるように頑張った。なのにお兄ちゃんは私の本物のお兄ちゃんになる努力をしていない。だからこうするしかないんだよ。どうするの？なんだろう、話が全く噛み合わない。おかしい、俺は何か根本的なところで間違えているのか？そんなことより、あ、マナカ、とにかくここから出してくれ。俺は行くところが、アイザーってやつのところでしょ。ああ、そうだよ。読むのが辛い。代わりに読んでくれないかな。人工音声で。なんか人工音声のソフトとかなんかで、読めるアプリないかな。Google の機能でいけないかな。無理か。後で試そう。読み上げ機能あったよね。ボイスオーバーみたいな。なかった。ボイスオーバーみたいななかった。ないか。アクセシビリティか。キャプションはあるけど。待って。これできんじゃないの？
春と P、 春とピーク、ピークでいい。春と S って他なんか作ってる？無理ね。俺の友達が入院したから見舞いに。やっぱちょっと邪魔だな。テキストハイライディングボリューム、いろいろあるね。あれ、ボルトでいいか。ただ声の音がすごく小さいね。俺の友達が入院したから2枚に。オプションがない。コーヒー。こんな感じで。これでバックにして。俺の友達が入院したから見舞いに。アイハナは馬乗りのまま無機質な眼差しを俺に向けている。読んだ方が早いか。直感が俺の頭に駆け巡った。まさかお前か。お前、相沢に何かしたのか。真中は黙ったままだが、口の端が微妙に笑うように歪んでいた。俺は初めて真中に強い怒りを感じた。お前とかと鈍い衝撃が脳天を貫く。視界が真っ白な星でいっぱいになる。馬乗りになっている真中が俺の顔を思いっきり拳で殴ったのだ。すごい肉体派だな。ダメだよ、妹のことをそんな風に言っちゃ。春明は私の本物のお兄ちゃん。春明は妹のことが大切で、それ以外はどうでもいい。それが私の本当のお兄ちゃん。手がリアルだ。はあはあ、調教されているねえ。お兄ちゃん、お兄ちゃんは妹と一緒にいたいんでしょう。日常系アニメの兄弟みたく、可愛い妹と二人きりでイチャ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 。それが本当の気持ちでしょ。それが本物の君でしょ。だからその本物以外は全部偽り、偽物。さあ今こそ本物の自分に目覚めよう。それで取り戻そうよ、兄弟のラブラブ、あまあま、ドキドキライフをさ。君が今すぐ素直になってくれさえすれば、今すぐ私と君は本物の兄弟になれるんだから。それが君の本当の望みでしょ。真中の方がお兄ちゃん欲しかったんだね。主人公が妹欲しかったよりも。私をいじめる偽物のお兄ちゃんはもういない。偽物のお兄ちゃんを溺愛して私を煙たがっていた頭のおかしいママは廃人同然。どういうこと。パパは私の言うことを何でも聞いてくれる。私に足りないのは本物のお兄ちゃんだけ。でも見つけた、見つけたんだよ。私は見つけた。そうだよね、春明お兄ちゃん。バグってるこいつ。大丈夫だよ、お兄ちゃんの視界に入る現実なんて全部偽物。私とお兄ちゃんの中を引き裂く悪い夢。偽物、偽物、偽物。マナカ意味不明なことを口にし続け、そしてゲラゲラと笑い続ける。そして突然笑うのをやめて、再び俺のことを無機質な目でじっと見つめてくる。お兄ちゃん、お兄ちゃんはマナカのことを愛してくれるよね。そのマナカの問いに俺は、おっと、死を選ぶか。気持ち悪い。え？お前、気持ち悪いよ。うぐっ。真中に何度も何度も殴られる。打ちどころが悪かったのか、体のとこから出血して真中の拳に俺の血が付着する。違う、真中のお兄ちゃんはそんなこと言わない。春明お兄ちゃんは真中の本当のお兄ちゃん。優しい優しい本当のお兄ちゃん。だから今のは嘘。さあもう一度言って。レッツゴー。さあもう一度。こっちなのね、ドラクエ方式なんだね。まあ、なんか俺もお前が好きだ。お前は俺の本当の妹だ。C。
しらじらしい。さっきまで凍るように冷たかった真中の目に輝きが戻る。そしてパッと明るい笑みを浮かべる。よかった、よかったよ。やっぱり君が真中のお兄ちゃんだったんだ。ちょっと音楽の小さすぎるな。ああ、嬉しい、嬉しいよ。よかったね。大好き、大好き、お兄ちゃん大好き。真中俺に追いかぶさるように抱きつき、歓喜の声を上げる。まるでペットが主人にじゃれるような、そんな無邪気さがあった。じゃあお兄ちゃん。お兄ちゃん、私のことだけ見れるようにしてあげるね。そう言って真中は拳を振り上げる。君は、真中のお兄ちゃん、だよ。大丈夫だよ、お兄ちゃん。目が覚めたらお兄ちゃんの目には私のことしか映らないから。目が覚めたら私とお兄ちゃん本当の兄弟だから。この演出いいね。目が覚めたら本当の自分を取り戻せるから。少しの間だけゆっくりお休み、お兄ちゃん。何がしたかったんだろうね。俺は真中のお兄ちゃんだ。完了した。はい。ありがとうございました。いい話だったね。あ、まだあるんだ。何も言わないで無断外泊なんて何考えてんの？本当に心配したんだぞ。俺は妹に言われた通り家に帰った。無断外泊してしまった俺のことを偽物の親たちはこっぴどく叱った。偽物の親たちに怒られるということは俺はイラついたが、妹が言う通り従い、俺はおとなしく偽物の親の叱責をおとなしく受け入れた。彼らの子供であることを演じた。だがやはり偽物の親のベタベタとした愛情ほど気持ちの悪いものはない。妹の言った通りだ。これは俺の本当ではない。確かに外見は俺の親かもしれないが、中身は本当の親ではないのだ。だってそうだろ。一人っ子で親の言われるがままに生きて何が本当なのだろうか。何を言ってるんだ。俺と妹は何かの間違いで血がつながっていなかったから、俺は自分を一人っ子だと勘違いしていたが、でも本当の妹はいたんだ。俺には本当の妹がいればいい。ああ、早く本物の自分を取り戻したい。早く大人になって、真中と二人だけの生活になりたい。大人になれば一人暮らしが許されるのだから。大人になるまでの数年が、今の俺にはとても長く感じた。18歳か。ね、大人は。真中も学校であくまでも仲の良い同級生の一人として接するようになった。真中はただの真中を演じ、俺もただの春明を演じた。真中と春明は仲の良い同級生。お互いにそう演じるのは結局世間が俺たちの本当を受け入れないからだ。本当を否定するから俺も真中も本当の自分を隠さざるを得ない。もちろん勉強も変わりなく教えているし、彼女も俺が好きな手作りクッキーを作ってくれるから兄弟の絆は感じている。ただやっぱり本当の関係を偽って接するのは辛いものがあった。だから学校のない休日は俺も真中も偽りの自分を脱ぎ捨てて本当の兄弟として接することができる数少ない時間だった。二人の世界に行っちゃったんだね。おかえりお兄ちゃん。俺の妹である真中が笑顔で迎えてくれる。妹は俺に抱きつき久しぶりの再会に喜んでくれた。ずっと一緒にいられなくて寂しかったよ。でもようやくお休みだし、ずっとお兄ちゃんと一緒にいられるね。真中すごく嬉しいよ。今日はどんな風にいじめてほしいのかな。真中に首絞めてほしい。それとも真中に踏んづけてほしいのかな。健全な関係ではないのか。大丈夫だよ。真中がお兄ちゃんをいじめた分だけ真中もお兄ちゃんにいじめられてあげるから、お兄ちゃんが妹にしたいこと何でもさせてあげるからね。私もお兄ちゃんに壊されたいな。ああ、壊れてんでしょ、元から。真中が愛しの妹が笑っている。俺は妹の笑顔を見るだけで胸が熱くなって幸せな気持ちになれた。ここは俺と真中だけの兄弟二人の世界。妹の笑顔では俺は確信する。これが俺の求めていた幸せだったんだと。ああ、よかったね。笑顔が一番。ハッピーエンド。ということで、
終わりましたと。本当に終わった。負けがあるよ。